時藤先生、豊島先生、過分な紹介をしていただきまして大変ありがたいです。本日は、大変お忙しいところ遠路はるばる、僕の教会における最後の傲慢な講義といいますか、お話に、参加していただきまして大変ありがたいです。それでは、気が付きます、ね、今寺島先生からご紹介いただいたことがその重要な、研究のポイントで、それが全てで、それに対応したいくつかをピックアップしてこれからお話しさせていただきます。京都大学で最初に理学部、そして、教授になってこちらの科学研究所で、研究させていただきました。で、話題としましては、科学研究所で、着任以降新しい研究をと思ってしたことを主に一つだけ、先ほど寺島先生の有電摩擦理論 の、 その実証といいますか、適用の信頼基準に入っているところの、お話をしたいと思います。で、それでは講演を開始させていただきます。物事にはきっかけが大切だと思います。で、ビズに、興味を持った最初の本との出会いはですね、この本は有名で日本語にも訳されています。本当に数字だったかな、1969年に出版された、超有名な本で、カウズマン先生がハイゼンベルクと書かれた本で、ボロボロになってますけど、買ってその年に、両家の山本常信先生が JSPS の客員教授に招かれて、このカウズっていうのが袋というのは分かりませんけども、見張るたびだったんだと思いますけど、喜んでこの裏にサインしていただいたり、その数年あと72年から1,2,3,4,5,6 ぐらいのシリーズ、これらを全部買いながら、水の本をその時の水に関するトピックスを勉強し始めたことが大きなきっかけだと思います。言葉としての水は、まあ、命に水は非常に必要で、水はなくては生きながらできないし、我が国は水の国でありまして、周辺の海域は電解水より海ですけども、ね、降水量が非常に多い。で、言葉としては水と油、これは随分これを研究に意識して使ったものですけども、これくらいでいくつかの言葉にもなっているくらい水の挙動は我々にとって身近で関心の深いあるものですよね。で、ここではその景色からそのきっかけといいますか、自然にどういうふうなきっかけで、興味を持つか、それをどういうふうな方法で扱っていくのかということなんですけど、まあ単純に身近にたくさんある水、これまた掘るんですけど、初めて 4,000 メートル以上のところに登って息切れをすることを体験したんですけども、水はありふれてたくさんありますけれども、ベンゼンの答えはこの写真の通り答えが沈みますけど重いですよね。水は逆です。こういったその水の異常性は何故か、この異常性をどのように理解し、どのように発展させて人類の知恵として発展させることができるか、今のできっかけの話は終わりで、教訓としてはですね、友永先生が、
癌で亡くなられる時のほとんど絶筆の書で、主に高校生を対象として書かれた。でも科学者が読んでもいささかも違和感はないと思いますけれども、この中に科学と物理学は兄弟であると書いてあるんです。で、どんな風に自然を感じるその態度が、思う心がなかったら研究は始まりません。気持ちがやっぱりあるということと知識、努力、いろんな総合的な力が要求されますけど、思わなければ始まらない。で、不思議だと思うことだよ。これが科学の目である。で、よく見ること。観察というのは、見る、その自然を観察するだけではないと思います。数字をよく睨み、眺め、意味を読み取るということ、式をよく観察するということも総合的に含まれている可能性が、徳永先生だからあると思います。で、これらをよく見て考える、それが科学の茎である、幹である。で、最後になぜかなと思ったことが、その謎が解けたときに花が開くんだ。で、非常に分かりやすく理論かとも思えないような言葉なので、ちょっとこう右に僕が勝手に書いたのは、まあ、真理の本質をいかに、解明するか、自然の新しさをいかに、掘り起こすか、今までの既成の概念で人類が足りてない何らかの新しいものをどのようにして大きいか小さいか、我々凡人には簡単に言い方です。何らかの新しさを概念的に作り出すことができるか、もちろん、新しい物質を作ることができるかといったことが、この美しい友永先生の言葉に、対応してないかもしれませんけど、こんなことで、ここに書いた通りで皆さんよく知ってありますよね。こういうふうにちょっとこうちょっと気張ってますけど、演者記事の、若い層がそれをずっとその消えないように、人の力ですよね。炎は消えますからね、燃料はなくなれば。人の情熱意志がいる。で、自然をどのように理解するかというと、人も踊らせてみるとか喜ばせてみるとか、何らかのその働きかけをしてそれへの応答を見るということが大事なわけで、変化への応答、それは微分であったり積分であったり、現象論をどのように定量的に、コミュニケーションするか、それは人の好みと好みによるでしょうね、現象の性質にもよるでしょうね。で、水の場合には温度を変える、圧力を変える。そうすると水の場合にはこういうふうに水蒸気、気体、液体、固体があって、このメルティングのラインが左に傾いているということが、極論すれば、水の異常性の全てを物語る。圧力がかかったところの高圧合やこうなってて、ノーマルで全然はこういう結論を持つんですけど、高い温度領域について、新しい検出量を開拓することができたらと思い、このことを思って研究をしました。水はどんなものかといいますと、ありふれて非常に正常のように思いますけれども、今の変化の音は、単調では必ずしもなくて、例えば温度に対して異常なのは密度ですね。0度から膨張させますと、密度が膨張させる、温度を上げるとですね、膨張するはずで、密度が下がるはずですけど、密度は上がるんですよね。こう負の膨張性質というんですけど、これがチェンジマキシマムデンシティという 3.98 の1気圧で、圧かけたらどんどん低くなって消えていきますけど、温度を上げるとこういう領域である。で、固体の密度は、密度が普通、固体はこっちの上の方に行かなきゃいけないんですけど、低い。で、普通の温度、圧力条件下での水、水溶液、特に電気伝導から始めたんですけど、電解水溶液のポンプから始めたんですけど、次にこうしたのは、ちょっと留学先の先生がアイスマンで、アイスの大会でしたので、その様子を見ながら、それに接した液層領域の研究を、ボーダーを越えて下影角のところまでやることがどのぐらい可能か、どのぐらい面白いことがあるかを随分、ある時期考えたことがあります。
でもっと高い温度に持っていって、こういうふうにでもっと圧力を上げていくという軸もあるんですけれども、非常に、どん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 圧力をかける一方で本当にいいのかと私に思いまして、押してダメなら引いてみる必要があるのではないかというようなことを考えて、防止をさせて膨らませる熱的な力で引っ張っていくというふうな物質状態がどのような性質、物性というか構造というか反応性を持っているかと思ったものです。私の個人的なあれは先ほどの紹介にもしていただいた通り、山口県でこの島、金魚の形をしているんですけど、厳島がこのぐらいですから、瀬戸内の中では第3番目の大きさの淡路島、小豆島についての大きさで、ここの海峡が海賊の、稼ぎ場所だったようで、歴史にはいっぱい出てきます。で、今紹介していただきました通りですから繰り返しませんが、これが、これ私いたここら辺の部屋にいたんですけど、理学科学教室の松江県室の休館、ここのところら辺で高圧実験をしておりました。先生は大杉先生で化学反応と高圧の、専門家で、こんなキーワードをその運命の出会いとして、取り込みながら、どう新たな内容を自分なりに作っていこうかなと思ったものです。で、先ほど申し上げた通り、ナショナルリサーチカウンセルキャナダという、ところで、ですから僕にとっては第二の先生というべきかと思います。多くの日本の科学に対する取り組み方と比べて、欧米のということをいろんな面で学ばせていただきました。もう亡くなられていますけど、で、その装置があまりなかったのに対して、重点領域のその領域の非平衡の分子論というテーマだったんですけど、そのリーダーが大崎仁先生で、大崎先生も亡くなられちゃったんですけども、こういうふうないろんな流れの中で、今家計の、というところで、家計に移る前のその水の話、をゴードン会議ので喋ったことをちょっとだけ、そうですね、ここに線が引いてあるのは、私費でここら辺から激しく海外に出て行って発表し始めて、いろんな人と出会って、その、ここら辺で、ゴードンからの招待を受けて、いろいろようやくここら辺りからお金がついて装置が持てるようになったかな。それ以前は非常に寂しく貧しかったと思います。この水の合同会議で、1988年に、ピーター・ロスキーさんが、その多分その前に、ヨーロッパの水電解水溶液の高温域でのコンフランスがあったんですけど、そこで初めて知り合ったからじゃないかと思いますけど、こういう仕事をしてたんですよね。このユニバーシブルということが、重点領域で大滝先生のとこだり議論したんですけど、お前何の名前にするかって言って、こういった時に、このキーワードですね、非栄光というのが取り上げられた経緯があります。で、その、何度も家計に来て、脱線で申し上げますと、最終的にはトイレが非常に古くて、トイレを美しくしていただきたいと先生にお願いして、今のトイレはもう見違えるように綺麗ですけれども、着任して初期は大変な様子だったのを覚えています。で、若い時の僕と今の僕はどんだけ違うかを比べるための意味ぐらいしかないんですけど、ピーター・ロスキーも当時20年前と現在のウェブから見ているので、これがピーター・ボリンですね。グローテハインのこれがハインです、いっぱい有名人がここに、この時平田さんもデビューチャンネルも平田さんもおられたんですけど、多分転出して、雲があってしてたんじゃないかと思います。これが今のゴーレー先生編でもおられるし、いっぱい20年前の私、20年前のロスキーですね。で、ここで喋ったことは油田摩擦理論でですね、
この式ですね、ネイビー・ストークスの線形化された式のここだったらそうなんですけど、ここで速度場を解いてその摩擦係数を解くと、そのこれが一定になる、フリクションが 6πeR、R がその流れてくるというのを半径だとします、球の半径だとしますと、そういう形になって溶媒の粘度とイオンの等量電動度の積は一定であるというふうな、しばしばストークス・アインシュタインデバイスとも呼ばれますけれども、そこにこういう静電的な相互作用、イオンのフィールドがかかりますが、そこに水のダイポールがポライズして、デバイのポライゼーションの理論に対してフローしてますから、その、表現をここにポライゼンデフィシエンシーというのをいうファクターがあって、これは僕たちが作った式じゃないですけど、一緒に、まあ、今アシスト来てくださってますけども、イルクさんと、もうとても若き日のイルクさんであり私であったと思いますけども、たくさんの論文を書きましたけれども、でこの範囲を数値的にきちんと表して誰でも使えるようにした。で、まあ、そのこの理論というのは、まあ、コンティニアムで、プリミティブな面もたくさんありますけど、溶媒の応答がちゃんと入ってて、溶媒の緩和式、多成分でも、有電緩和のパラメータが入っていればというふうなことをした古いボリネスというのは、さっきの写真に出てきましたよね。タイムコレーションファンクションを使って4の等量電動度を解析、線形的にした人ですけども、まあ、そういう仕事をこのゴードンで初めて発表した。これは僕の椅子の後ろにそのアインシュタインの写真が貼ってあるんですけど、それは山杉先生と MIT を訪問した時に僕がそのキャンパスで見つけた、まあ、ポスターなので、それをまあ貼って、今回で、ね、もうその、まあ、アインシュタインのブラウニングモーションの創始者ですから、ペランであるとかスモルトツリーであるとか、そういうふうなことを思いながら、この研究に、まあ、そしてここのことは講釈をやめましたね。どんなふうに研究したかというと、論文数については、まあ、こう波がありますね。これテーマが関係した波ですね。方法としては、その集中して1個のテーマをやり、うまくいきそうだと資金が入っているうちに次の失敗するかもしれないというダブルトラックを終えてスタートするというんじゃなくて、というようなことをしきりに若い時から考えたものです。ここがゼロなのは留学が関係しています。まあ、数だけではそんなに、まあ、もちろん教授になれば共同研究者の数が増えるわけですから増えますよね。年間、まあ、2か3ぐらい重要な論文ですから、大したことないけど大したことないですけど、まあまあ、物性だとか地味な分野ではこのようなあれで、今のこの招待を受けた時にはこのような状況が反映されているかと思うんです。で、次にその調印改正の方に移行しますけど、2度目に招待を受けたのは、スタンレーさんが呼んでくださって、今度は教授になっての98年で、まあ少し高圧とかそういうようなものから、はじめ超分解質の物性の方に動こうとしたんです。年代はまだあまり反応をやっている時代ではなかったんですけど、ストラクチャーダイナミクスのケミカルリアクションシティブゴードン、でこれはゴードンのタイトルです。こういうタイトルで、これがスタンレーさんで、去年のベルリンでも偶然お会いして、たくさんの日本人が、松林さん、超分解質が何が面白いのかと言いますと、この、2、3あります。一つはその
普通の条件ではですね、密度を横軸にとって温度を縦軸にとって考えてみますと01的で液体か気体ですよね。共存していてもその状態においてはこのレバリレーションでこの水が何割ある、この気体が何割あるというところでもう密度均整、それが解かれるというのは超分解の非常に大きな特徴で、したがって密度を連続的に広いレンジで変えて、その溶媒和を制御できる、チューニングできる、そのことが物性とか反応性に、今までのなかった有機物の反応を調べることが可能である。また有機物についても水と油の関係のように溶けないものが容易に溶ける、溶けなければ衝突反応が始まらないという意味では超分解性において有機物の隠された反応性が発現される、そういう特徴が、こちらは英語で同じことですよね。で、条件は非常に厳しくて374°C で218気圧以上ですから、反応性を研究するにはいいですけど、物性を研究するだけであればこういう CO2 ともに環境を形成して非常に安定で燃えない、分子です。で、今言ったことと同じなんですけども、何にチャレンジするかというと、フィジクスでもケミストリーでもバイオロジーでもソルベーション、それを今言ったように、ワイドレンジで、デンシティを変えながら研究することができる。それからのエレクトロニックな状態のカタベーションがどうか、どのような確認をしているかどうかも当然問題になりますけども、ソルベーションで水素結合の構造がどうか、それがダイナミックな構造にどう影響しているか。で、これまでに、今さっき申し上げた意味からその知られていない、グリーンな、触媒を使わない単純な一見高温にして、超塩海水で反応を研究するとめちゃくちゃ、汚い反応に至りそうな気分がしますけど、エントロピーが来て全く逆です。後で述べるとね、非常にきれいにコントロールされた反応を出すが、むしろ普通です。で、まあ今述べたようなことを、特に最初ここら辺から入っていきますね。で、ここら辺に行って、こんな話をしたいと思います。まず、どんなところに超塩海水があるかな、どんなものか見て見るのかな、作れるのかな、どんな性質かな、一部分、超塩海水の研究で最初に行われたのは熱力学です。熱力学的な性質の研究の歴史は随分長い。原点はロシアだと思います。ジェオのとか、多分、核の研究。ロシアからヨーロッパに移り、ヨーロッパからアメリカに移り、アメリカから日本に移って、エンジニアの領域で注目されたと思います。で、まあ、超塩海水はどんなものから、油田率が非常に低いよとか、そんなもので理解できないのかとか、ディスコースではどうなっているかとかありますけど、まずどこにあるかというと、地球のエネルギーが全て太陽から来ているわけですけど、ちょっとだけ地球中心核の核反応から来ている。それがマグマでエネルギーを放出しないことには爆発しますから、頭を出してきて海底の底で、マグマとの接点、こういうチャンネルからエネルギー動で安定化している。そだから火山が爆発するわけですけども、でそこにはですね、ブラックスモーカーとかチムニーと呼ばれるこういう生態の活動があって、こんな厳しい温度、タンパク質は温度変性する、熱変性する、圧力変性すると言いますけど、全く教科書に、書いてない現象がこういうところを見られますから、まだまだ我々の知識は非常に限られているというべきです。でそこにはですね、たくさんのマンガです、ニッケル、コバルトが眠っていますから、マグマの中に溶けたものが出てきているからですよね。おそらく山で鉱物資源レアメタルがなくなったら、こういうところを開拓するだろうし、その時に戦争が起こらないように、どのようにうまく近隣の諸国と悪夢がやっていくかという問題になるか
かもしれません。どんなふうにして作れるかというと、石英管に例えば3分の1量をつけて、どん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 温度を上げていきますと、水は膨らみ膨張して、こういうふうになります。水蒸気の方は密度が高くなってきます。374°C でこのメニスカスが消える。これが高校生のための科学で、窓をつけて見れるようにしてあげて、こういうところでこういう変化を見せたり、ペットボトルの反応を研究してもらったりということに使ったものです。貯蔵海水を理解するのにはどんなことを考えるかというと、一言で言えば水素結合。それは引力による強い、もちろんこれを今度に考えたら防寒性からなんかいっぱい、もう森岡先生の初期の論文とかあって、今日はあまり詳しい、ややこしいことを言わないので、そう言ったと後で怒らないでください。簡単に言うと、で物事っていうのはですね、引力か積力かというふうにしてケミストリーは考えるわけですけれども、引力が超臨海流体の中では隠されてた引力が、非常にはっきりと大きな効果を示すようになる。天体というのはもう万有引力です。分子にも分子の引力なんですけど、しかも多くの理論的なモデルでは積力というものが非常に重要な役割を、示すとされていて、さっきのストークサインシュタインの倍速も積力で、それに揺れ摩擦理論を加えたのはイオンの電波がダイポールをポーラライズ、それが流れの場にどういう時間発展速度場に影響するかということが、だから人力を入ってますけど、超臨界性を研究するということは、したがって物質研究において引力がどのような、例えばそこに入っている有機分子のエレクトロンクラウドをどのように、気層の真空中での対称性とは違ってどのように、パターンをするかというようなことが問題になるかと思います。量心配性の物質が膜を作る、この膜、これはモデル膜でしかないですけど、こういうものがあって初めて生命の誕生があって、これがバーリンのいろんなその考え方とかそういうものに関係していますけれども、まあ、おそらく派遣の旧部門名は海面物性で、私が多少そのミセルとか海面の研究をこうして、いたことが、その科学研究所で招いていただけたわけもしれませんし、それは引力と積力という関係が水の中では、あるいは浸水的か疎水的か、ということですね。一言で言えば、科学の本質はひょっとすればくっつく集まるということが、天体とかそういう物理で非常にシンプルで理想機関で論理として伝えているわけですけども、CC ボンドで300から370キロジュールパーモル、 CH で360から560から450キロジュールパーモルありますから、水素結合というのはコバレントなボンドに比べれば、水の水素結合というものはその10から20分の1ぐらいですけれども、普通の、弱い分子乾燥剤に比べれば非常に強い筋力という相性をする。でこれから、最初に超臨界水の構造研究がニュートロンでされてて、それは同系分関数という量が出てくるので、ちょっと同系分関数 G とは、例えばこれが氷で、これが液体の揺らいでる構造のこちらなんですけども、この水分子から見たとき、ここには何もないよ、ここにいるよ、こういうふうに存在確率を表す量として、確率分布を表すものとして距離の関数 G が定義する。 G とは中心から R のところに薄皮 DR を書き、この R から R プラス DR のこの薄皮の中で存在確率を定義すると、平均の密度とどのぐらいアップしているかダウンしているかという量が出てくるし、物事を調べるには、先ほどもその応答を見るという意味で水素結合があるがままというよりも切って調べた方が早い。切るには圧力、温度、で疎水的な溶媒を打ち込めば、水素結合が、水の水素結合が切れる。でこれはアンビエントで普通の条件の場合ですけれども、OO3
酸素、H2O の酸素と隣の酸素の I は、こういう第一ピークがプラにあって、3ぐらいにあって、減衰しながら遠くになると離れていたところは動いてますから、固体に止まってませんから、もうはっきりしない、すなわち1になる。1になるということは、ならされて平均の密度になってしまう。OH はこれが OH のこちらの H とこちらの H とこちらのもの水素結合の時間の水素結合でここにピークが2ぐらいのところに立ち上がって、こういうふうに減衰しながら振動しながら減衰して消えていく。これが超臨界質ではどうなっているかということについてセンセーショナルな論文が93年にネイチャーで発表された。イギリスのニュートロンスキャタリングのグループですけど、何を書いたかというと、今の接種結合の1点基本ソラムの G が、ほとんどなくなる。したがって400の超臨界質においては密度は 0.6 何5グラム per cc だと結構高い密度ですけども、接種結合はほとんどブロック食われてしまって、相互作用の単純な有給倍のような状態になっている。これが超臨界質で、あろう。今申し上げた結果で25度と304、これが25度の先のアンビエントと似てますよね。でこれが300度、400度にするともうほとんどない。そこで今言ったように、水素結合超臨界水とはほとんど水素結合が切れて、まるで有給倍のようにポラリティのほとんどない原子からなる有給倍のようだと、述べたわけです。でそれを NMR で、あるいはコンピュータシミュレーションで、きちんと定量的に解析しようとしたわけです。疑って問題は、こんなにバラバラですか、あるいはこうなってますか。で、ここの研究するときにソルベントっていうのが出たのは、その超臨界水やる前に有機溶媒を打ち込めば水素結合が切れる。その極限としてソリタになることを知ってましたので、ここ真空ですので、本当にそうなるのか。今言ったようにボルツマンファクターを考えれば結構大きな水素結合なのでいかなるものよと思ったもので、世の中地球上には新しいことを考えるのは一人だと思うのは大変危険な話で、同時にワシントン大学のグループが、僕たちの方がタッチの差で早かったんです。それを1997年で我々はフィジカルエレベーターですけども、しきりに 1,2 年前からお前日本語のレベルでもいいから遅れって何を言ってるのか僕は分からなかったんですけども、でもこれ非常にフェアなグループだったのでここに引用してくれてますよね。で作業出身なんかに、あれしたジリジュマス、ジリジュマスのところでおしゃべりしなかったですけども、イリノイ大学をちゃんと訪問してですね、お金もない装置を作るチャンスはなかったんですけど、いつか作りたいと思って装置を見学若きにさせてもらったりしたところです。これが釜ですよね。でこんな装置で、まあ、ガスをヒーティングしてここにこう、さて NMR というのは超伝導マグネットというその極低温の状況ですから、極低温の状況の中で逆にですね、非常にエクストリームコンディションとしてそのハイテンプレチャーを作る、そして電磁気学的にその分光学をその妨げない、質を悪くしないというようなことをしことま、マテリアルサイエンスにも考えなきゃいけないというのが、設計上の要件で、これが最初のものです。ご存知の通り、水のプロトンのケミカルシフトというのは 4.78 ぐらいに室温では出てきて、それは強い水素結合を意味していますが、どんどん温めていきますと水素結合を切れて工事場にしてシフトしていく。それを、こういうふうに初めて見たときには非常に感動したのを覚えているんです。すごく大きな変化なんだな、こっちに行くって有機溶媒をぶち込んだときにここと同じだなとか思ったのを覚えています。でここが臨界、超臨界で、一言で言いますと、その水の水素結合はこのケミカルシフト値と数がほぼラフにある理由で同じだと考えています。0、1だから水素結合は0である。で
温度の関数としてこれ共存線ですからこうなってるのはこれ水が膨張してどん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 密度が変化しているからケミカルシフトがこういう側に動いてるし、水蒸気の場合は密度が上がってこういうふうにこういう側に動いてる。それが分かったのは臨界点以上のところで自由に密度を変えられるという時に密度を 0.6g パー cc から 0.2g パー cc まで変えてみると温度の関数としては非常に弱い、わずかだけ温度が上がると撹乱が激しくなって切れてるのかな、でも非常にわずかである、強い密度の関数であるということが初めて分かり、これをフィジカルレビューデータに多分世界で最初に発表できたと思います。で今のような時に何が分かるかっていうと、このように反応との関係が大事なことはですね、まるでそのミクロが触媒界面に匹敵するほどにこのイオンの近傍の電波というのは数十万ボルト、数百万ボルト、ここは何もなければ、スクリーンにも遮蔽がなければ、非常に強い電波ですので、これが露出して、強い電気的なパーターベーションを、あるいは電子音に与える、そういうことが発現する、真空か水分子かというふうなものが、牛倉まんじゅうしているハイデンシティのノーマルウォーターでは実現しない分子環境が現れる。これが異なる反応性をいろんな分子に対して与える、今言ったことがそうですよね、無溶媒だったらそのリアクタントからフォアが無断ジオブ THF が作れた反応の例ですけども、その超臨界水がまつられついてくるとそのハイジェンボンドによってスタビライズしてこの線量がグッと下がる、まず触媒と同じ原理ですよね。そうすると起こり得ないような反応が無触媒で、容易に、水だけで起こる。でこれは、回転の相関時間というのはラフに言うと水素結合の寿命です、室温では2ピコ秒ぐらいの寿命で激しく生成消滅をしてますけれども、温度を上げていくとそれがドーンと落ちて、このぐらいの超臨界状態では数十フェムト秒のタイムスケールに至るということが分かります。でそのことは数十フェムト秒っていうのは電子移動であるとかバイブレーションであるとか あまり硬くないレフトスポンサーというのそういうふうなことと非常に似たタイムスケールでの確認が起こりますから、とても動かなかった止まっていた運動モードが反応にコミットしてくるということですね。で、まあ、これは水素結合の数に変換するときのアイデアですけども、同系分関数もケミカルシフトに合うようにシミュレーションでやるとですね、どんなふうになっているかというと、これがさっきから何度も出てくるアンビエントの H の G ですよね。でこれが 0.6 温度は400リットルになってますね。覚えておいていただきたいのは密度が下がるほどにこのピークが、上に上がっている。 G はローデンシティであったらポテンシャルの高な関数で表すことができますけど、隣に分子が押しくらまんじゅうしているときにはキャンセルし合っているけれども、電子がどん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 下がってくると強い水素結合、強い引力がその外は真空であるという形で作用するということが感じられます。回転のダイナミクスちょっと申し上げましたけど、ディフュージョンの話に移りますと、これが旧世代のもので、この第二世代というものは。これも今 その大滝先生がリーダーであったその、重点領域で、初年度その当時で6500万もらったから、僕には夢のような数字で失敗したら許されないというぐらいの気持ちで、まあ、非常に日夜研究したのを覚えてますけれども、これはそのプローブを各種が変わるとですね、全部変えなきゃいけないし、サンプル詰め替えなきゃいけないし、もう大変なことだったので、マルチで一発でとか温度が非常に安定してディフュージョンを測れるようにということをですね、これは2002年の特別設置、どなたかがきっと私を助けてくださったんだと思います。この中にいる方ではないかと思うこともあるぐらいに助けてくださったと思います。でいきなり飛びつかなくて作った施策なので、他で論文書かせておいて吉田君がやってくれたんですけど、今ピッチバーにいますけど、今度、徳島大学に書いてきますけど、その人に、完璧に問題その他が分かるようにやっていただいて、何回か改良しながら、本格的な論文を出し
これさっきの回転で、回転の NMR の回転のターミアールでラマは1なんですけど、ランク1なんですけど、ピーツコサインシータ、こういう関数の理系、タントレーションファンクション、水分子がどうくるくる回っていって、元がメモリーがなくなるかというのを NMR で決めることができます。これさっき述べた通りです、正しく。ディフュージョンのこの話、今の開発した新しい、高性能の、おそらく世界に誇れる高音プローだと思いますけれども、いや僕が誇っていた国のエンジェルですけれども、僕は当然の貢献した程度ですけれども、その非常に感度が良くて、ワンスキャンで、ビーム信号が、タイムオブレーションがこのように取れているということですね。で、まあ、いろんなことがあって、これを学ぶような教師ですから、勉強仕事やってましたね。まあ、大してたくさんの論文はなかったんですけれども、ここですね、我々が出したのは、これで、シミュレーションからやったものと、このブルームのエクスペリメンタルということがほとんど一致する。まあ、ディフュージョンというのは結構、あまりポテンシャルに依存することなく、まあ、ボロいのではダメですけど、こういうふうに、共存性に沿ったディフュージョン、セルディフュージョンポジションとか、これまでのやつはちょっと大きめかな。でも 10% から 20% の誤差だと書いてありますので、旧来の論文に別に問わない必要がないという。ジョナスの研究というのは、途中までしかなかった、ここまでしか実験は行われていませんけど、ジョナスの実験は、それよりもちゃんと読み伸ばし、H 株だけなくて D 株も測定もできたので、しかも精度が十分だったのは初めてアイストールデッドが、水のセルフィッシュのプレッシャーと D に対しての軽水と重水の比、がきちんと研究できて、どのようになっているかを明らかにすることが行われてきました。で、拡散係数というものの測定は電子がたくさんあって各種の濃度が高ければ容易だったんですけども、基礎にはモデルがあって、ハイ電子でウラニアンがあるだけですから、中間の、理解をどのようにするかとか考えるとですね、こういう非常に低い電子のところを可能にする必要があり、それをやりました。で、合体モデルというのがあって、その合体、ボルツマンの消毒水分方程式から出てくる合体系であれば、ここら辺にこの量ディフュージョンと電子でかけることになりますけど、実験上この意味は全部引力の影響である、これを水のみならずベンゼンだとかそういうことについてもやりましたけども、詳細は省略させる。モデルとしてはシェルモデルで、ロー電子からハイ電子、その途中を水の関数としてシェルを構成しているソリューションナンバーの関数として理解する方法を作り上げました。タイムコレーションファンクションのシェルの寿命を内でのコレーションの理解と、それよりも長い時間のコレーションによってシェルの中である N で規定されたシェルの中で緩和性ダイナミクスなのか、シェルを破ってブレイクアウトするようなものがいくつか、 X は回転、精神、振動だけはやれてます、レフリーに言われました、振動とか。まあ、これは、まあ、ここも省略しますけど、シェルのハイデーションナンバー N の関数として、平均化されたものがオブザーバブルで、そういうのをこちら側は計算し、こちら側が実験したものと比較した。以上がダイナミクスのお話です。次は反応に移りますと、反応としては時々これまでにも触れましたけれども、地球に優しい水中での有機反応の開発、無触媒で、レアメタルに依存しない、依存しなくても今の先ほど述べたようなそのむき出しになったパーシャルチャージの強いフィールドの揺らぎを、まるで電極とか光の電波の揺らぎのようなニュアンスで捉え、あるいは4液体のように捉えて、研究をしてきた。でそもそもは初期はジクロロメタンという塩素があると燃やすと、これジクロロメタンものすごくたくさん使われてたんですけど、燃やすとダイオキシンになる、
さらに脱塩素化して無毒化すべきだという話がありまして、それを超人海水で、やるとメタンジオール OHOHCL が外れて OHOH になってメタンジオールメタンジオールとなるとこのままで手の姿であるで、これが、無色化剤でその還元、ポンプアップされてメタノールと、もう一個の分子は一酸になるということが分かったというのが、最初です。僕と反応と反応研究との関係はなかなかいわくつきのものでありまして、反応ができない男だろうと言われてたので意地悪にその無用には手を出したくないと意固地になっていたんですけれども、超人海水の物性研究構造研究ダイナミックス研究がもうこれ以上新しいところはあまりないだろうと思った時点から、強力に有機化学者とは異なる観点からの反応物理化学を超人海水で展開していきたいと思ったものです。でそのようにやってみますとこういう反応が酸化還元が簡単に起こっちゃう。で CC ボンド、さっきこの微酸がですね非常に重要で、まあ微酸工場というかな、微酸が CC 結合というか COH をくっつける、H か H マイナスかな、こう相手に乗っけながら、そして、その COOH と OH がそもそもありますから OH がありますからその OH をアミノ化すれば類似になる。こういうふうなものが見つかる。微酸そのものは水素を出した二酸化炭素を吐き出す脱炭酸と水を出しての脱炭素、こういうもの、ここに反応が非常に興味深いっていうふうにちょっと結果に関連ですけど、まあ、これは今の通りですよね。ポイントは、生地できた貼ったと喜ばないでそこでも気に入る反応を整理する。プロダクトアナリスも完璧にするの。興味あるものだけを温光学点モニターしない。マスバランスの MR で決定するのは元素分析と同時にそれをやっている僕に等しいというようなことを NMR の特徴を考えながらやりました。まあ、ここら辺はまだちょっと照らしたぐらいでいただけない。カーボンの1個だけの繊維反応として新しく見つかったのは今述べた通りで、2個のフォルマルデヒドの一方が還元されてメタノールになり一方が酸化されて微酸になる。でこの微酸がさらに親のフォルマルデヒド反応して交差型の、交差型のこのところに入っているこうメタノール。だってメタノールを作りなければ交差型であればカニ皿のようにセルフであれば 50% を超えることはできませんけれども、微酸をダメかもしれない一番酸化される微酸を持ち込むとメタノールをたくさん作れる。 C2 であればメタノールをたくさん作れる。今のを改めて C1 でも C2 でもやりました。スペクトルが省略してますので、ちょっとできたかな。で例えばこういうことがソロベーションが大事ですと言った通りですね、225度のアリン海で熱水の場合にはセルフの速度の方がですね、クロスよりもこのくらい、遅い、このくらいしか遅くない。それが、クロスはですね、1000倍くらい非常に、クロスのスピードだから室温付近でのケミスリーをやってる限りクロスは起こらない。実際のクロス実際のディスプロイのコントリビューションはほとんどない触媒さん、それが熱水、超人海水では、そのクロスオーバーといいますか、ターンオーバーが4個、それは強いソルベーション、超人海水というか熱水の先ほど申し上げた理由でのソルベーションによる。できた貼ったを喜ぶのではないという意味では、ラベルし、どこの CC ボンドとどこの CC ボンドがちゃんとできているかをモニターし、定量化する理論形式でリードスをきちんと立てて、その有機化学的な、スペキュレーティブなスキームで反応スキームではなくてきちんとそういうことをやるというふうなことを、やるには NMR は非常に優れた方法だと思います。まあ、ちょっと定量的なグリコール酸 CC 結合であれば、まあ、こういうグリコール酸の CC 結合というものが、海底ではでここで、ブロムというのは酸性領域もありますから、でここら辺はソーリン先生が得意ですけれども、そういうような環境では、
したがって四次結合がすなわちカーボン数が多くなってくるような反応が簡単に起こる可能性がある。それは添加の粒子で生命体に必要なより大きな粒子を作っていくかもしれない。たくさん作ろうとすればあるコンディションで離散を入れるべし、離散を入れればメタノール、この場合はグリコール酸を作りたいという場合ですけど、これもポリマーを作れば生分解ポリマーが作れる。まあ、今言った通り、今の地球上での環境に耐えるのではなくて、条件、地球条件に耐えるのではなくて、生命が誕生した前の原子球の環境、条件をモニター、ミミックして、そこで行われた化学反応、ケミカルレボリューションを理解したい。次はエネルギーの問題ですけれども、エネルギーについては、まずその地球上に CO2 をたくさん出していることがどういう影響をしているのかと非常に大変大きな問題ですし、我が国は資源が乏しい、全てにどんどん全て有名ですから、 CO2 の問題というのはその大きい問題なんですよね。でそのナンバーワンはアメリカだったですけども、もはやチャイナ、アメリカ、ロシア、日本はその生産力からすればほとんど優等生なんだけども、COP3 の共同議定書を作った時の状況というものの中で数値化されてますので、非常にまあ多くの人々がコンプレインをしている、大変難しい国際で、でもまあ世界は1900その10年後ブワ大統領のノーベル賞が出てますので、どんどんその方向に動いていくだろうと思いますし、 CO2 を減らすような化学検出の研究もものすごい重要だと思います。エネルギーがすべて太陽から来、緑が CO2 と H2O から CCCH 結合を作り、埋もれて地下の非常に遅い長いタイムスケールの反応で資源化され、化石化し、もう速高速で人間はそれを消費し、ダメになったら汚いと言って燃やせば、ケミカルにはものすごいプア、元の子に一瞬の元に戻すだけですね。これでいいのか、何らかのケミストリーの知恵を、英知を注ぐ必要はないのかということが、例えばここから出発でもいいですか、いいですけど、こんな単純な分子、低分子から、バイパスを放出する、そういうものが、戦争が起こるために研究はされてますけどね、平時においてこれからは重要かもしれない。で水素が重要なんですけど、水素はどうやって蓄えるか、どうやって作るかということに関してはある種の関係は電気分解いろいろありますけど、そのほとんど停止します。それで見つかった反応は、水性ガス反応において水に塩をぶつける、この前は水にカーボンがコークスをぶち込んで溶鉱炉の還元剤です。高温では炭素すら還元剤ですよね。でこの場合塩が還元剤で、これが擬酸ができるんだということが見つかったということが、我々のエネルギー問題に関与できそうだというポイントで、水素を CO2 を受け皿として擬酸にすることができ、こう吐き出せば CO2 を増やしてない、カーボンニュートラル、この水素を燃やせるだけということが、エネルギー問題に対しての、これからの興味ある課題である。サーティンをラベルした塩を水に入れて、ちゃんとなかったものがあることをというふうに、これ投稿して得たので、褒めてもらえますかな、ネイチャー級が1ヶ月ぐらいで、パブリッシュしてもらったらと思いますね。で、エネルギー問題というのは、その例えば液化天然ガスでメタンを液化しようとすると、こんなに低温にしなければこのエネルギー仕事がいりますよね。で水素をそういうふうにして、コンパクトにしようとすると、もっと低いですから、今のように擬酸を、擬酸であれば水とほとんど同じぐらいの、その領域で、液体として発電できる、作り方も今ちょっと述べ、塩をどうやって作るかということについては詳しいこと言いませんけれども、ポイントは、まあ、分かってしまえばことは簡単で、擬酸が中間大体言いますけれども、気層と液層が絡んで、非常にヘテロな系を完璧にキネ的にコントロールする必要がある。これは大学院生の矢崎君が成功させてくれたことで、全部きちんと平方定数とか相互定数が決まってますから制御。今は
もっと低いもの、低い圧力でこの胃酸と水素の問題を4液体でやることに成功したんです。で、これは松林さんの計算で、傾向を法則として述べますとですね、密度に対してケミカルポテンシャルはどう変化するか、このデルタというのは気層で溶解がないということを突っ込んでいる。で、そういうものをやりますと、まあ、分かってしまえば当然ですけど、ここら辺は変理則という定数がありますから、それと比較すれば計算結果が検証できます。要するに密度が上がればですね、このケミカルポテンシャルは不安の検証ではなく、これらは疎水的、オーメッセージ、こういう浸水的なものにはミニマムがあって、密度が低いこの領域に強い引力の効果が働く、温度がついてはランダムになりたいというエントロピーが効いてきてというようなこと、まあ、このボロハワサイクルのこういう、例えばこんなデータはなかなかないですよね。理論計算するしかないですよね。単位になりませんし、単位などにも言ったように水素があります、分解しますから、こういうものは全部、計算して、ポーラーのものとノンポーラーのものがどういうふうに溶解をされるかということが、分かる。今のようなことを今までの光合成による物質の生成と化石燃料と対比しますと、ワイパスとして水素と例えば CO2 を、ハイドロサンマル、あるいは、4液体でやるならば、それによって水素を循環させることができて、あるいは胃酸を燃料として人工燃料とみなせば、そういうふうなエネルギー問題に貢献できるかもしれない、まあ、そういうことが書いて、あるわけで、大切なことは、そうですね、ちょっと心配したから、簡単な低分子、いっぱい出てきましたよね、水素、CO、CO2、フォルマルデヒド、コロギ酸、メタノール、こういうものは地球にだけ偏在する分子ではない。宇宙にも星間分子として普遍的に存在している。それがスペクトルから分かる。旧来のダーウィンの時とか昔の科学進化論、生命の誕生にどんな分子が作られたかというのを一切のデータがない、物語の構築で、科学進化論が作られてき、てますけれども、こういうものが文化学に含まれるようになったのは1960年代以降ですね。そういうようなことが分かるようになり、海の底でどういう生命との関わりがあるか、宇宙でどういう分子の関わりがあるか、だんだん細部ですよね。はい、水の物性からエネルギーの話が終わりましたが、化学進化、ちょっと部分的にはおしゃべりしながらここまでやってきましたけど、ダーウィンは1860年頃進化論を述べたわけですから明治進行ですけど、友人に、まあ、送った手紙にどんなことを書いてるかというと、もしも仮に猛烈な過程ですがアンモニアや塩酸塩などあらゆる種類が飛び込んだ温かい水たまりに光と熱と放電が作用することでタンパク質が化学的に合成されるとなればもっと複雑な変化になって容易に進行するでしょう。現在であればそのような物質はすぐに食べられたり吸収されることでしょうが、生物が形成される以前はそんなことはなかったでしょう。これがダーウィンの提唱した、生命はこういった海の底というかな、こういうふうな、分子が存在した水に溶け込んだ状態、それを栄養たっぷりの海水だとか原子数、生命誕生のための原子数と呼んだりしたわけですけども、そういうようなものがあったとすれば、これをこの言葉を習って、未来の実験とか、未来の場合オファーリンですね、オファーリンの説があるだけではないかと言い過ぎかな、まあ、調べてみると思えるんですけども、まあ要求すると何度かんとかあって、まあすごい物語シナリオを作ったわけですよね。で、まあそれらいろんなシナリオはありますけれども、水熱反応の研究はどんな関わり合いが持てるかということで、ミラーの実験は大気のモデルとしては、これ現在ではもう間違っている説になっているから、ミラーの説は
はよくないですけど、4人、水素、メタン、こういうものまでと同じ、たった 2% ですけど、こういうものができたから、円と違うということは、今は、本当に10年前に、ちょっとまあ、これと同じなところ、まあ、それ全部ダウンですよね、明治新聞のダウンが来てますけど、その、コアセルベイトという、まあ、コロイドといいますか、そういうものが膜の代役として、その細胞に必要な要素、キーを組み込む場だったかもしれないという技術が非常に重要だというようなことを、で原子地球体というのはこういうのではなくてもっと、異なっているそのではないかとうとう終わっていろんな諸説が光もダウンに書いてここに対応する言葉は全部 でもみんなはこれとあのダウンのところを結びつけて見るわけじゃないミラーミラーというふうに、非常によく使う。で先ほど申し上げた通りアミノ酸タンパクの元になるようなものの CN をくっつけてというのがありますけどこれオリオン大星雲にも猛烈な時にこれがあるわけで、どこでどういう分子とくっついて、地球上で作られたのか生命に必要な分子が作られたのか。でも要素的なびっくりするようなものは星間分子として存在していることが、比較的新しいんですよね。比較的新しいもうとてもダーウィンのあれをパーリンの時代にはそういう分子の知識に基づいてそのケミカルリアクションに基づいて進化論とか生命の起源が論じられたわけではない。現在ではそういうふうな、まあ、宇宙論にしても証拠が大変難しいという状況ではありますけれども、では、2005年の3月に、こういう人が現実としてこのものを考えて、何度かのとかこうやっていますけど、まあそこら辺に関する論文はしのぎを削っていて、対象としてはその非常に極端条件下での単細胞といいますか、その細胞に、における膜物質であるとか、非常に簡単な原始的な、生命の系統樹からすると非常に根っこのような、そこでは水というよりも硫化水素かもしれないしヘビーなエレメント元素をたくさん持っているようなものなんですけれども、まあ、そういうふうなことはハイドロサーマルにも一部分起こっても良さそうなことが見つかりました。水さんはとてもエネルギーの観点からも、ケミカルエレクトロポジションの観点からも重要ではない。だんだん終わりですけどね、これが、今のことについての全くそんな、まあ、不倫の認識で未完成ですね。例えば今そのように思うって言っているんですね。最初に本との出会いで、まあ、僕はこれの最後ですが、まあ、こんな本を書かせていただいて、きつかったですよ。とてもきつかったですけれども、まあ本を受けたものを本という形で多少残したかったということですね。で、思ってみますと研究室は運命の出会いとしてそういう研究室で育ちこんな勉強をして化学反応から一時離れようとしてきたと思います。私はなんかガチャガチャグチャグチャ言われるのが嫌なので、死と領域を異なるようなもので、うじゃうじゃ出せないというような気分を持ったと思います。だけど結局ここに回帰したの面が終わり、さっき途中も変なことで言いましたよね、お前は化学反応を研究しないやつ。それは僕には非常に人間的には答える言葉だったことが忘れられないあれですが、今言った通り最後には、まあ、今に見ておれ、まあ、ここのこっちの科学研究所に移る時にフェアルテールパーティーでそういうスピーチをしたんですけども、まあでも結局こういうこととかこの研究室には、堀場先生だとかこういうものがありまして、ネイチャーとしてはですね、まあ非常に誰がやっても似たようなところのぐるぐる回しの中でどこをどう極めるか、僕はもう極めてないと思うけど深めていくのか。で、まあ
この福井研究室からこちらのこの大変美しい、ここにも映っている人の多くが聞きに来てくれてますけれども、以上で、大変お忙しいところを、僕のこの拙い講演のために、駆けつけてくださいですね。そして私が今のようなポジションを見つけるように、名前は申し上げるできませんけれども、いいように支援して、助教授、教授になれたんだと思いますし、それはもう大変、感謝します。以上です。ありがとうございます。